パパ、あっちに新幹線光号が止まってるよ。わあ、すごい、いっぱい新幹線が走ってる。危ない危ない危ない、そこの線から出ちゃダメだよ。私の最近の休日は電車が好きな息子の付き添いです。パパ、あっちの奥まで行きたい。夏のホームは思った以上に暑いが息子は元気だ。わあ、パパ、新幹線のぞみ号が来た。異常なしです。お、新幹線の車掌さんいるよ。車掌さん来たよ。手振ってみ。新幹線の車掌さん、新幹線の車掌さん僕もいつか新幹線の車掌さんになりたいです。車掌さんは優しく手を振ってくれるさらに次の瞬間、そうか、なりたいのか帽子かぶってみる。うん、はい、どうぞやったー。おー、似合ってるねー帽子をかぶせてくれました。車掌さんの神対応に息子も大満足でした。いつもご苦労様です